ラ・アルブエラは、スペイン・エストレマドゥーラ州、バダホス県のムニシピオ。2016年の人口は2031人。半島戦争中のアルブエラの戦い、ラ・アルブエラ出身のコンキスタドールに、16世紀に生まれたファンアロンソデラ・トーレがいる。アロンソは、今日のコロンビアやベネズエラの領域を侵略し、ベレスやメリダの街を建設した。1594年には、 カスティーラ王国の中でトルヒーリョ圏に組み込まれた。当時のトルヒーリョ圏は今日のエストレマデューラ州の大半の領域を範囲としており、1822年に地方行政区分の再編が行われるまで存続した。トルヒーリョ圏の圏とはトルヒーリョだった。半島戦争中の1811年5月16日には、ウィリアム・ベレスフォードを率いるイギリス軍とニコラ・ジャンドリ・デュー、 スールと引きるフランス軍の間で、アルブエラの戦いが行われた。ラ・アルブエラのシアエストレマドゥーラ州、バダホス県の県とバダホスの南東、約2 4トルにあり、バダホスとは N-432 号線で結ばれている。困るかとしては、ティエラでバダホスに属する。バダホスのさらに西側は、スペイン・ポルトガル国境である。 バダホスの面積は1473.20平方キロメートルであり、スペインに約8000あるムニシピオの中で3番目に大きな自治体である。一方のラアルブエラの面積は26.4平方キロメートルであり、ラアルブエラとグアディアーナ、デルカウディリオは完全にバダホスの自治体域に囲まれている。サッカークラブとして CD ラアルブエラがある。ありがとうございます。